この時間の解説はウクライナ出身の国際政治学者グレンコ・アンドリーさんです。グレンコさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ウクライナご出身のグレンコさんからしたらもう当然もう本当に胸が張り裂けるような思いがされているんじゃないでしょうか。 そううですねもう明らかにロシア軍はもう組織として民間人の意図的に殺しているんですね、うん、つまり統制が取れていないから事件が起きたとかそういうレベルじゃなくてもう一般兵士は上官に民間人どうすればいいとか聞いて、うん、ああやれやれと言うしもう大量に捕まって拷問して拷問した後で殺すというところから明らかに5者とか民間人か戦闘員か分からないから撃ったとか うん、ではなくても組織としてその民間人の大量殺害はもうその作戦の前提になっているのでうもうとにかくひどい話です9日ですイギリスのジョンソン首相が事前予告なしでキーを電撃訪問しましたロシアによる侵攻後 G7 首脳がキーを訪問するのは初めてのことですジョンソン首相は 街を歩いて市民と交流しましたあの中には市民に話しかけてあのイギリスがこれからも最大限支援しますというようなことを語りかけているシーンもありましたゼレンスキー大統領と会談しました軍事支援、経済支援を約束しました先週の8日 EU 欧州委員長がキーを訪問ウクライナの EU 加盟の手続きを加速させると話したとロイター通信が伝えています。えー、グレンコさんは 連帯を各国にアピールしたとウクライナは EU に加盟すればその先に NATO への道もあるんじゃないかということですけどうん、うん、これはどういうことですか まずジョンソン首相の訪問について言えば、やっぱり多くのウクライナ人が、ちゃんと西洋がわれわれと同じ思いなのかどうかということを常に意識するんですね、でその中でこう、直接来て、直接街を歩いて、支持者と会うということは、一つのメッセージになるんですね、つまりわれわれ西洋は、しかも西洋の中でイギリスという大国が、大国のトップが直接来たということは、もう思いは一緒だ。 われわれはちゃんとあなた方を見捨てないで、まあ、一緒にできるだけサポートするというところですね。でそこで一つ大事なポイントというのはこの訪問までにそのゼレンスキー政権の姿勢はもうどっちかというともう西洋の支援は不十分だからもうロシアとの苦しい妥協はやむを得ないかもしれないと捉えられからないような発言があったんですね。多分この発言があ あったのを受けて、そのまあ西洋の人たち、例えばジョンソン首相が直接おかけつけて、いやいやそんなことないとなちゃんと支援してるから、その苦しいだで教示なくていいよ、ちゃんとまあ武器も提供するしサポートをするんだというメッセージも含めてあったと思います。で、EU 加盟は NATO との道につながっているというのは、加盟 EU の加盟国と NATO 加盟国はまあ八割ぐらいかぶっているということなので、で領土名に入る。 にはまず各国の賛同が必要なんですねでもし EU に加盟するということであれば、もうそれは自動的に NATO 加盟国の8割ぐらいはもうその時点でウクライナの加盟には賛成なので、うん、その残りの国を説得することはまあ簡単になるので、入りやすくなるのは間違いないんです。ただ、その EU 加盟実現には結構時間がかかるって聞いたんですけども。そ,あそうですねです本来は 今のウクライナ現状から見ると、まあ、30年ぐらいかかってたはずなんですね、こそこを加速する、うん、加速すると言っているので、うんまあ多分その期間は大幅に短縮するんじゃないかと思います、もちろんいずれにしても年単位にはなると思うので、こ,こ今年とか来年ではないと思うんですけど、ただ30年は5年になったということはありうるということは。は EU からするとウクライナに対して これとこれとこれを満たせば入れるという具体的な行動プランがいずれ指示示,示,示されると思うのでそれに従って動けば割と動けば速くなるというところでなんというか大事なのはねこれをすれば入れるということが分かれば頑張る気になるんじゃないですかいつになるか分からないという状態よりも,もうこれをその具体的に一つ一つ満たしてその先にゴールが見えてくる 中でもうみんなやっぱりあもう EU 加盟は現実的なんだねと思ってそれに元ずそれに向かって動くなるほど、ね、具体的な提案があった方がわかりやすいということですね。それが出てくるのをぜひ待ちたいと思うんですが、うん、さあそしてウクライナへの各国は続々と武器の供与という動きが加速しています。イギリスは120台の装甲車と新たな対艦ミサイル、そしてチェコはウクライナ兵も操縦可能な旧ソ連製の戦車。まあこの旧ソ連製 でウクライナ兵が扱えるというのが非常に大切なポイントだということは先週、ね、専門家から教えていただきましたスロバキアは空の敵を狙う地対空ミサイル S300 を提供しますでそうするとスロバキアの防御がちょっと手薄になるので代わりにアメリカからスロバキアに迎撃ミサイルパトリオットを配備する予定だそうです。グレンコさんは負けるると武器の情報がロシアに漏れる 戦況が悪くないと伝えられたことで武器供与が進んだのかと。うん そうですね今まで提供されたのは、対戦車ミサイルとか、対兵ミサイルとか、つまりその歩兵が携帯できるような武器なんですね、はい、まあつまり敵を迎え撃つ武器、うんで、で、そのゲリラ戦にも使えるような武器ですね、うん、つまり西洋としては、まあ、ウクライナはもしかして大きな戦場で負けてゲリラ戦になるんじゃないかと思って、それに特化した武器を与えたんですね。もしその状態で 車両とか大型武器を兵器を提供すれば、それが、まあ、ウクライナはもし戦場で負けたら、その武器はロシアに取られて分解されて、その情報が漏れる可能性はあったんですね。であのちなみに 実は今回の 2, 2, 2月24日の、はいあまあ、戦争勃発の前から武器提供があったんですけど、勃発日から最初の1週間ぐらいは武器提供は一旦止まってるんですね、うん、実は。それがウクライナは早期で負けるんじゃないかという想定の中で、<ー>もう負けるところに武器を送るのは、ままあ、逆に危ないと思ったからですね。 分かれれば武器供給はあ、まあ、再開されたんですね、うん、それで戦争は今度長引いてでこのままだとウクライナはもしかして勝てるんじゃないかという,、うん、という見込みが見えてきているのであそれだったらもう迎え撃つ武器だけじゃなくてちゃんと入ってきたロシア軍を叩けるような武器、うん、つまりこうやって地,地対艦ミサイルだったりとか、はい、戦車だったりとかあと地対空ミサイルだったりとかそういう大型兵器の提供をしても 無駄にならないんだということを西洋が理解したからこの決断に踏み込んだと思います。なるほど